歴史芸術上優れた建造物が登録される国の登録有形文化財。今日文部科学大臣に対する答申があり、岡山県では岡山県庁舎と大本宗忠神社が新たに加わることになりました。大本宗忠神社の拝殿です。2棟の入りもや造りの屋根でできていて華やかな外観です。岡山市北区の大本宗忠神社です。本殿、拝殿、武道館など敷地内の10の建造物が国の登録有形文化財に登録されることになりました。大本宗忠神社は1885年に建立。本殿は当初からほとんど変わらない姿で現存していて、当時の技術の高さが感じられます。拝殿には岡山空襲で焼けた樽木や当時避難した人が使った七輪の熱で廊下の一部が崩れた跡も残っていて、戦争の歴史を今に伝えています。武道館の急勾配の屋根は美しさと迫力を放ち、木造で200畳に及ぶ柱のない空間を実現した希少な建造物です。一方、岡山県庁舎は本庁舎本館と議会棟旧館、西庁舎が登録有形文化財に加わります。1957年に竣工した本館は黒いカーテンウォールが特徴的な外観で、西庁舎はコンクリート打ち放しの構造が美しさを際立たせ歴史的な建造物です。